こんばんは。アリスちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。何しようとしたか忘れ、あ、串だ串。なんとモバイルバッテリーが届きました。早い早いですね。寿司おぽちさん、かわいい、ありがとうございます。おめでとうってありがとうございます。まだコードは来ていないので短いコードでいきたいと思います。充電しなきゃと言ってこっちも充電ないけど、どうやってやってたっけ。こうしてこうしてここに乗っけて、もうちょっとこの子を寄せて充電 40% しかなかったからね、始めるとき。よし、モバイルバッテリー、モバイルバッテリー開けてみようと思います。じゃーん、アンカー、イエーイ。テロファイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今日も勝ち組です。開けてないです、まだ。あのショールームで開けようと思って、開封式いたします。では開けていきたいと思います。勝った、かわいい、さちゃん、かわいい。書きました。何でも配信していこうスタイルです。はい、書きました。で、こちらを引っ張ります。すごい、めっちゃ青あ、見っけ。でもね、全部ね英語なんですよ。全部英語で何も分かんない。キツナゴンさん、花束ありがとうございます。宮弘さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。これ何、じゃーん、じゃーん、モバイルバッテリー重いね、結構いつも持ってたやつより。これならみんなお揃いにできますね、確かによし、おっきい、思ってたよりおっきいです。じゃーん、これをこうやって充電、もうさ、めっちゃこれ充電の幅取りません？大丈夫そうじゃーん、今までは、あ、今まで、いや、めっちゃ幅取るよねここら辺な、もう刺さんなくなっちゃうね。いい感じ。これはこっちは何ですか？上これ、え、今充電 2しかない。1,2,3,4,5,6,7,8 中2しかない今は重いです、だいぶ。ヘイブンさん、いいね、ありがとうございます。でもこれ1台あればもう勝ち組ってことですよね。すごいよ、この IQ3 っていうのが分かんない充電してみよう、充電します。ちょうど端っこが空いてました。あ、引っ張られちゃう、重すぎて。充電器が充電された、え、これ充電されてるかどうかわかんないんですけど、くるくるしてた、くるくるしてました嬉しいです、もちろん。
できました。で、これは袋じゃん。あ、コードが入ってる。袋とコードが入ってます。え、これは何？パソコンしかないときにパソコンからこの子が充電できるよってことかな。今のアンドロイドの充電器って感じ。宮原さん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。これ使ってる方いますか、この充電器。頑張ってください、ありがとうございます。タイプ C 全然わかんないんだけどさ、何が A で何が B とか。これここに刺さるってことはこの子が充電できるってこと。コードでコードでも充電できるし、コンセントでも充電できるよってことかな。機種によってカメラも充電。あーね、カメラは違うやつだ。ゆきやさん、かわいい、ありがとうございます。これはさ、でもあんま使わないよね、多分。入れとこわかんないけど。ていうかあれに入るかって話よね。絶対入んないじゃん、これに。じゃーん、せっかく充電したからもう一回だけ使おうと思ってなくなったら捨てちゃう。絶対入んないと思うんだけど、端っこに詰めたら入るかな。メンヘロさん、ハート1000、キュン、やばキュン、キュンキュン、ありがとうございます。なんか走るとこうなる走るとこうなるの。大丈夫です。重たい、この袋。今まで持ち歩いてたやつよりも重い使わない方、秘蔵用持ち出して袋。確かにさ、もうこれもいらないってこと。でもさ、コードないとさ使えないんだよね、これ。実はヘイブンさん、尊い、風忍者さん、キュンキュン、ありがとうございます。今日はインターバル2キロ ×3 を走りましたです。よいしょ。遊郭さんあります。遊郭さん舐めた方がいい感じですか。頑張れ。私は 200m ぐらい走りました。遅刻しそうになったとか。こっちか。みゆるちゃん、いいね、ありがとうございます。こうか、とりあえず閉めとく。みゆるちゃん、いいね。あ、今読んだ簡単に言うと6キロ、6キロです。でもジョグがその2分間その休憩中かける3の1本1本1本の間の休憩中は2分間休憩があるんですけど、そこはジョグです。かゆ、あとね、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃったな。今日プレゼント取りに行っちゃいました。もう行く時が多分だいぶ先になってしまうと思ってプレゼントを取りに行きました。ポールさん、かわいい、ありがとうございます。だいぶ先かなーって思ったので
そう、年賀状たくさん届いてました、ありがとうございます。よいしょ、年賀状いっぱい、こうしたらいいかなまだこれから送るって言ってた方とかいたから、もうちょっとあるかな、分かんないけど、でもなんか中にはなんか届かなかったものもなんか何枚かあるみたいなので、なんかいろいろ気をつけてくださいなんかちゃんと、あ、プレゼントもちょっといただいたんですけど、なんか渡せないってものもあるので、ちゃんとなんかそういうの見てください平田さんかわいい、ありがとうございます。あ、昨日ポスト入れてありがとうございます。そう、なんかどこで見たらいいんだろう、公式の多分住所とか書いてあるところとかに多分ルールが書いてあるはずなので、プレゼントとか、そうなのでぜひお名前と何が届いたかは教えていただいたりとかはできるしてるんですけど、平田さんにおう、ありがとうございます。そう、ぜひ気をつけていただけたら嬉しいです。なんか年賀状もなんかルールあんのかな、わかんないけど、ダメなものが何枚かあったのでお気をつけください。パイナップルダメだったかパイナップル欲しかったヘブンさんキュンキュン、ありがとうございます。当たりの年賀状じゃないとダメとか当たりの年賀状、当たりの年賀状今分かったらすごいよね。16日だって抽選日、あと4日だ、やったね。ヘブンさんキュンキュン、ありがとうございますそう、画像とか、そう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 、画像とかもみんなどんなあれなんだろう。でも結構多分、あ、文章書い文字書いてる方とか、私の写真くっつけてくださってる方とか、あ、普通にシナモンくんが多いかな、シナモンくん、サンリオとかが多かったり、キャラクター多かったり、普通に虎のやつだったりイラストだったりって感じかな。そういうのは大丈夫ですね。うん、わ、上手。まだね、後で見ようと思ってね、まだ全部見れてないんですけど、すごい、なんかさ、やっぱ1年に1回だからさ、なんか久しぶりだこの感覚ってなるお腹鳴っちゃった。つむじタイム、つむじじゃないよこれ、分け目だよ。今日はもう勝ち組だからストレート。あ、私も2年後横割りで成人式です。おお、楽しんでください。18歳かな今、えなやんさん、昨日虎で寝ました虎で寝た。今日もコンタクトが乾いております。目薬をさしたいと思います。難しい、下の方に入っちゃった。このまま出ました。150日ありがとうございます。やった、5ヶ月、5ヶ月ですね。イエーイ。5ヶ月、今日さん第3オーディションメンバーが感謝って書いてた、こうやって
ヘブンさん、キュンキュン拍手ありがとうございます。リップついた。かのこさん、ストレ上のコメント読んじゃった。拍手ありがとうございます。ストレートってちょっとストレート可愛いって、ありがとうございます。なんか言いたいことと目でさ読んでるやつが違うくなっちゃうね。靴下履きたい、寒くなってきた。頑張れ。よいしょ。月夜さん、だるまもんもんもん、ありがとう。だるま、ありがとうございます。ヘブンさん、キュンキュンありがとうございます。シュキピ、靴下。おいしょ。もうちょっとリップ塗りたいけど、あ、しまっちゃった。あ、しまってないっけ。いや、しまったね。あ、あれがあるはず、ピンクのがあるはず。月輪さん、だるま。あ、ただしさん、ありがふり袖、ありがとうございます。ありがふり袖、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 ぜぜぜぜぜぜぜ、ありがふり袖、ありがとうございます。ふり袖ここです。ありがとうございます。なっちゃん、キュンキュン。ヘブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。うん、母脇さんの誕生日サプライズは成功した、しました。ヘブンさん、キュンキュン。一番さん、ハート3つ、ありがとうございます。初めてなんかサプライズで、なんかお店でなんかそういうプレートみたいな渡した気がする。ヘブンさん、バラありがとうございます。あの、普通にご飯は行ってたんですけど、ご飯は行くって感じで一緒にお店決めたんですけど、そう、しました。できました、初めてで。そう、しょこちゃんがこっそりプレートお願いして、そうで、ご飯が食べ終わったぐらいの時に店員さんが持ってきてくださって、デザート、あ、そう、お店であのハッピーバースデーみたいなのはやってないです。やってない。恥ずかしくないあれ、もう。もう恥ずかしい。他のお客さんいる、そうそうそう。でも美味しかった。ランチだったんですけど。和牛さん、欲しい、ありがとうございます。ちっちゃい頃はやってました。やってもらってた。2日前、2日前です。成人式の日でした。初めて、そう、ランチに行って、なんか前日に決めてお店を。で、そこのホームページなんかなの写真で、なんかプレート、ハッピーバースデーって書いてあるプレートの写真があったから、あ、や、ここはやってくれそうだなと思って、そう、ちょっと早めに行って、あの、
ケーキは前日予約じゃないとできなかったんですけど、なんかちっちゃいアイスとかだったらできますって言ってくれて、はっってなった。そう、当日対応していただきました。本当にありがたい。店探すの上手。でもそこのお店はお母さんが知ってた、知ってたっていうか知ってた。ひろたんさんいいね、ありがとうございます。そう、当日でもやっていただけてお優しかったですね。でも初めてプレートとかを頼んだから、なんかどんな感じか全然わかんなくて嬉しかったです。サプライズは気づいてなかったと思う。だって今までそう、なんか毎年そういうことしてたらさ、なんか今回もあるかなとかあるかもしれないけど、やったことなかったし、なんならなんかお母さん的にはお母さんが払うと思ってたから、なんか別に誕生日祝いとして行こうっていう感じじゃなくて、普通にランチを食べるみたいな、一緒にご飯食べようっていう感じだったから。平和田さん欲しい、ありがとうございます。そうそれと言ったら自分が払うっていう思い、そう、今日はごちそうするねって言って向かってたわけじゃないから、ハワキさんとご飯たまに行くの、たまに行く、たまにね。2人で行きました。でも4人で外食ってなんか最近はしてない気がする。多分最近はしてない。誕生日もさ、もう大人になってきてからさ、自分もなんか喜べるのって二十歳までなのかなって自分今の中では思ってます。ヘイブンさんからか、ありがとうございます。いつでも嬉しいのかな、その誕生日を迎えるということに関してね。お祝いされるはいつでも嬉しいと思うけど、誕生日を迎えるということに関して、にわきと二人でご飯、あ、にわきと二人でご飯は久しく行ってないかな、覚えてないぐらいだから久しく行ってないということだと思う。お祝いは嬉しいと思うけど、その誕生日を迎えるということは二十歳までがなんかどう喜ばしいのかなって思ってる。あきららさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。ゆあきさんと二人行ったことあるんよ。うん、あると思う、多分だいぶ前に、どこ行ったとか覚えてないけど、21ってどんな気持ち、別にまあ普通だろうな、今まで普通できたもん。10代はまあ10代じゃないですか、20歳も成人じゃないですか。でも21からってもうなんか特になんかねみそじとか言われちゃう感じになっちゃうよね。キララさん欲しい、カイトさん花束、トシンさん欲しい、ありがとうございます。なんかもう60、70、80とかになるとなんか逆になんかおめでとうって感じだけど、どうなん ?30 とか40とか50ってどうなんだろうね。
かんない、気持ちは変わんないと思うけど、なんかいやもう年取ったなって思うのかな。妹とマンツーでご飯ありえんな、ありえないんだ。でも私も覚えてない、いや多分言われたら思い出すんだけど、何年も前とかだと思う。2人だった、2人だけだったら、お父さんお兄ちゃん私とかだったらあったりすることもある。それはねもう去年かな、疲れて覚えてる。私も妹と2人でご飯、ああそうなんだ、お兄ちゃんと妹だとなんかあんまり行かないのかな。キララさんキュンキュンありがとうございます。それこそガーミン買いに行ったりとかはしたけどね、ご飯は行ってないけど、ガーミン買ってくれたりとか、お母さんとお兄ちゃんと私であのラーメンカップヌードルミュージアム行ったりとか。うん、しましたよ。しらすさん花束ありがとうございます。あれは誰が家族の中で行くかっていう風になって、そう写真撮ってくれる写真担当は誰かってなって、そうでお兄ちゃんはなんか行きたいかもみたいな感じ、なんか場所についてみたら、あここ来たことあるみたいな感じだったけど、そう多分来た、行ってみたいなって思ってたんだと思う。そうでママどっちでもいいよみたいになってたけど、結局3人で行った。そうでもそしたらその私以外は、私はあのマイカップヌードルを作りたかったんですけど、あの空気入れてね、あの色塗って、だけどもうマイカップヌードルを作る券しかなかったんですよ。入場だけっていうのが今やってなくって、入場する人は絶対マイカップヌードルを作らなきゃいけない券を買わなきゃいけなかったらしくて、そうだから結局3人で作るっていう。でもね意外とね大人の方もいたんですよ。あ意外といるんだなって思った。子供連れももちろんいるけど、意外となんか大人だけとかいらっしゃった。あきららさんキュンキュンキュンありがとうございます。そうあみんな同じ理由ありえるね、なんか入場だけしようとしたらそれ作んなきゃいけないみたいになっちゃったみたいな、ありえる。ありえますね。でもなんか子供だけじゃなくてよかったって思った。大人同士とかの方もいらっしゃって、よかったって思ってた。兄は何個上？4つ上です。4歳差が今24。ももふくさんの勉強しました、学んだ。あきららさんハート1000、キュンキュンありがとうございます。千ありがとうございます。仕事戻ります、頑張ってください。ヒロさん大人の方が楽しんでる説もある、なんかそういうももふくさんの歴史とかは大人の方が楽しんでる説あると思う、本当にそれ。うん、みなとみらい離れるとカップヌードル持ってるの恥ずかしい。あでもあれは自分で空気を入れるから、私
は空気入れたけど、お兄ちゃんとお母さんは普通にカップヌードルをあのカバンに入れてました。あの空気のやつはやってない。お母さんとお兄ちゃんは袋を畳んで入れてた。自分でやるやつだからね。そう。そういうこともできますし、なんか、まあ、家でもできるじゃないですかね。庭木と母脇のオリジナルラーメンは2人ともトマトです。トマト味、私は最初はトマト味がいいなって思ってたんですけど、具材を考えてるうちにシーフードの方がなんか美味しそうと思ってシーフードにした。なんかエビとかカニカマとかを入れてるから、あ、これシーフードがいいかもっていう気持ちになってシーフードにしました。自分で入れるスタイルじゃなくて、これお願いしますって言って入れてもらって、あ、これお願いしますって言って入れてもらってみたいな感じです。カレーかと思った。なんかあんまりカップラーメン食べないからわかんないけど、トマト美味しいっていうなんか聞いてた。そう、寿司おぼちさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。まあきっと何でも美味しいと思うんですけど。そう、でもなんか自分で作ったのはなんかいいなって思った。嬉しかった。あ、味噌はできなかったかな。あのノーマルの、あの醤油ノーマルのやつとシーフードとトマトとカレーだった。4種類でした。りくさん、キュンキュン、ありがとうございます。うわ、そう、チリトマトスープ残してご飯とチーズ入れるとリゾットになる。美味しそう。それは美味しそう。レオちゃん、キュンキュン、ありがとうございます。カップにはイコールラブって書きました。トマトってそんなにメジャー、うん、なんかトマト人気すごいと思う。うん、すごい歴史がすごいよね、本当に。それなんか、あ、これも日清なのみたいなの多かったね。こんな昔からこれあったんだとか、おもちゃ付きのやつとかあったりとかしてた。りのみさん、小づちありがとうございます。楽しかった。意外と家族でいろいろ行ってるかもしれない。うん、大体ね、なんか散策とか撮ってくれる、親が撮ってくれる。ヘイブンさん、キュンキュン、ありがとうございます。会社でたまにカップヌードル配布される。あ、そんなことあるんだ。配布されるってどういうこと？配布される、配布ってどういうこと？配られるってこと？あ、そうだよね、それはそうだよね。なんで？成人式のイベント当選メール来なかった？あら、みんな来たのかな、全員来たのかな。チーズ入りのカレー味が美味しい。いいな、それ。いいな。
何人なのか分かんないから分かんないんだけどさ。あれからみんな来てないんだ。内緒にしてる説ある？分かんない。楽しみにしてます。何万人も応募して、ああ、何万人も応募してんのかな。でもノイミーちゃんの方が当たってそうじゃないですか。一人と三人だからね。うん。あとアンちゃんもいるから、アンちゃんファンの方も応募してるんじゃないですか。なかなか会えないからね。ショコラ三人しか見てない。でも何人中なのか分かんないから分かんないですよ。なんかすっきりしない。コロじいさんキュンキュンありがとうございます。ノイミー枠とイコラブ枠で違いとかあるの？まあでもノイミー枠の方が多いんじゃないですか。4人いて3人がノイミーちゃんだから。ヘブンさんラブレター。コロじいさんキュンキュンキュンありがとうございます。最近ここの人差し指のささくれが本当に痛くて困っちゃう。なんかこの甘皮がめくれすぎて。ノイミーでもイコラブでも応募はできた。でもファンクラブ入ってないとダメだからね。分かんない。おにまんさんタコタコありがとうございます。でも前回が40人だから、そもそもが40人なのか、一人当たり何人とか決まって10何人って決まってんのか分かんないけど、去年40人だったんですよね。大体分かんないけど。おそろっち痛い。配信は多分ないと思う。配信が今まで一回もなかったからないと思う。って思ってますよ。都内某所でやります。多分ないと。あ、イコノミチャンネルワンチャン。わかんないけど、7月の時はどうだったんだろう。イコノミチャンネルいたのかな。いや、いなかったよね。いましたっけ。今のうちにいっぱいメール送っときましょう。ワンチャンね、わかんない。私も結構イコノイチャンネルはギリギリで知るからさ、入る入らないとか。ノイミー枠で当たったショコちゃんを知るのかな。どうなんですかね、わかんない。全然わかんないや。ゆかきさん飲むの？でも去年もなんかこんなにこういう感じだったんかね。みんなスペイベの時は前日にカメラ入りますだったかな。喉心配？多分寝たら治る。
大体こんな感じ、いつも。多分確か寒いからね、乾燥してるから。去年延期で7月でしたもんね。でも多分募集はしてたと思うから。成人式イベントね、私も何やるか分かんない。振り袖姿でイエイって感じ。レオちゃんキュンキュンありがとうございます。夏は走ってても喉大丈夫なの？でも冬の方がこうなりやすいかもしれないですね、多分。確か乾燥で走るとさ、吸って吐いてってずっとやってるからさ、ありえる。まあそんな心配しないで大丈夫ですね、多分。多分ね。うん。だけど、まあ大丈夫です。早朝と夜ならどっちがいいかな。気持ちは早朝がいいです。あの夜は全然見えなくなっちゃう、暗くなってきたなーって思っちゃう。今日も夕方に走ったんですけど、暗くなる前に走んなきゃと思って走ってた。ギリギリセーフ。うん、頑張れ。なんか言おうとしたことあったんだけど忘れちゃったな。それだけだったかな。どう？これかな？これだったかな？夕方自転車とか。でもね、なんか今日の時間帯は全然走ってる人いなかったですね。逆に夜の方が多分いると思う。みんなお仕事終わったりとかして。あ、しょこちゃんやる先にくしゃみしました。私今日くしゃみ出ない気がする。ランニングいつも一緒になる人っているいないです私もいつも走る時間違うから。お仕事上がらせていただきやせ。うん、もうバラバラな時間だから、いつも同じ時間だったらもしかしたらいるかもしれないですね。毎回同じ人とか。でもなんかあんま人の顔見て走ってないからさ、毎回同じ派手な服とかじゃない限り覚えなそう。ムースか、ムースか、おやすみなさい。おやしょこ、おつくろです。おつくろ、うん、朝の電車とかだいたいメンツ一緒になる。あ、でもそれはなんか学生の頃とかなんかお母さんとかそれ言ってた気がする。学生の頃は高校ので行ってた時はあのだいたい同じ時間の電車だから、なんか友達とあーって会う、中学一緒の友達と会ったりとかしてたね。お母さんもなんかだいたい同じ人みたいな、同じって言ってた。なんだっけな、なんかね、なんか忘れちゃった、なんか言ってた気がしたけど自立しているとすれ違う人毎回一緒。やっぱそうなりますよね。大学生は同じ時間とか乗んないんだ。そうなんだ。
といいけど、外で知り合いに会うの恥ずかしい。あ、全然。その時はなんか何の話してたかな、忘れた。中学の友達だった、よく会ってた。1週間に2回ぐらい会ってたかな。私も0時間目とかがある時あったから、そういう時とか会わなかったけど。ランニング中最近音楽聴いてないです。こんばんは。0時間目は、小テストが国語の時はあった気がします。カーミン音楽聴けます。聴けるけどなんか更新の仕方わかんなくて、イヤホンなんかわかんなってなって、多分機械音痴なんですね私本当に。そうでわかんなってなって、そっから登録してない。現代文のテストがあった記憶があります。0時間目はカーミン設定難しい。うん、なんか操作の仕方もわかんないから、あのなんか最低限しかできないです。0時間目はあの朝学活の前に授業があります。ヘイブンさん、みかん、ありがとうございます。機械音痴の方向音痴です。そうなんです。アンジさん、ハート3つありがとうございます。難しい、機械音痴本当に難しいです。ここをこうしてって言っていただければ覚えるんですけど、難しいですね。ね、ガーミン飲んだ水の量とかね、記録できるみたいですね。やったことないけど。お魚さん、アイス、ありがとうございます。0時間目オーバーチャー、あ、そう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 、そうなんかわかんないけど、そんな感じです。オーバーチャー、ドゥルルルドゥルル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 。今4になった、半分溜まりました。あのあれ、充電器、バッテリー4時間でマックスになるって言ってたかな。滝川さん、音符ありがとうございます。音符モバイルバッテリー、アンカーは50%か、だから1回分は充電できるんかな。うん、イエイイエイイエイ。アンカー来ました、さっき開封しました。こんな感じ。これね、ただの白じゃなくてね、模様が書いてあるの。あー、見えないか。模様が書いてあるんですよ、すごいボコボコって、すごいよね。見えなかった。見えなかったです、真っ白でした。画面通したら、モーハさん初見、さて共通テスト頑張ってください。共通テストはセンター試験みたいな感じですか。センター試験がなくなったから共通テストになったみたいな感じ。ね、そうだよね。頑張ってください。しょこたん呼びしてる方初めて見た。キアラ、キアラがしょこたん呼びですね。
なんか毎年受験だからっていう方結構いるから、みんな頑張れ。去年の共通テスト予想問題と全然違くて泣いた。あー辛い。やっぱさ、ちょうど変わった、去年から変わったんでしたっけ。私が今2年だから、去年から変わったんですよね。私までがギリセンターだったんですよ確か。仕事頑張ってください、ぬこさん。大変ですよね、過去問というものがないからさ。チケさん、キュンキュン、ありがとうございます。キュン、キュンキュン、ありがとうございます。ヘブンさん、小槌、ありがとうございます。フレンズキはリスニングで野菜星人で笑った。野菜星人全然違うし、武道館行けないし、行くのなかった。あのピエンだ、ピエンだよ。センター試験はね、やったことない。受験生頑張れ、ファイト、ファイトです。高校受験、なんとなくこういう問題っていうのがあったからね。大問1234567 8みたいな感じで。キャンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。転がして答えるやつ、それはそれは大丈夫そう。大体3、分かんなかったら大体3みたいな感じとかあるよね。わかりますか。テレさん、かわいい、ありがとうございます。キャンさん、キュンキュン、ありがとうございます。3の率が高くないですか。分かんないけど、でもなんか過去問とかで間違えたやつは3が多くて、分かんないやつが3じゃない時とかよくあった。いや、3人してけど分かんなかったらさ、まあまあ4択だったらね。うん、同じマーク続くとね、あるあるだね。縦同じの3つ続くとちょっと不安になるよね。大学受験2だった気がする。あ、そうなの。じゃあ2です。ウーハさんいいにしましょう。高校は3だった大学は2。絶対ね、どうなんだろうね、どうやって順番決めてんだろう、気になるところではある。私鉛筆コロコロしたことないです教科書丸暗記してもたら、すごい、シャーペン派だからそういうわけじゃないんですけどあ、でも鉛筆だったかも高校受験。あ、違ったっけ、違ったか。いや、マークシートだから鉛筆だった説あるかも。ちょっと忘れたな、ちょっと忘れました。ね、鉛筆ですよね、やっぱそうだよね。懐かしいですね。
センター試験ではないけど高校受験懐かしみ昔です。とってもやばい。こっちの携帯が 20% って言ってる。 20% だって。ショールームが終わったら充電するよ。待っててね。コードが今1個しかないんだ。待っててね。24日就職試験頑張ってください。なんかそうだ、成人式の同窓会のグループがあったんですけど、そこに参加した人は多分その場で見れたのかわからないんですけど、先生たちのビデオメッセージが送られてきて嬉しかったです。でなんかビデオメッセージじゃなくても、なんか今でもなんか教員やってますみたいな、おじいちゃん先生なんだっけ、なんか採用試験じゃなくて なんて言うんだろうね、60歳超えても試験やってれば再任用試験、そう、なんかそういう、それで今でも教えてますみたいな先生がいらっしゃったりとか、今は福岡にいるっていう先生がいらっしゃったりとか。平田さんキュンキュン、ありがとうございます。そうなんかおーってなった。懐かしかったです。結構私の中学校がなのか他の中学校もなのかわからないですけど、結構なんかその60歳過ぎてもそうやって続けてる先生は多かったと思います。担任の先生は中2中3が担任の先生は福岡にで教員をされているみたいですね、うん、中1の担任の先生は子供がちらっと写ってました。顔は写ってないんですけど。だからこの動画は旦那さんが撮ってくださってるんだなって思ってた。家だなって、みんな家だった気がする。あ、外の方もいたけど、うん、すごいよね。妹が小学校の先生した。おお、でも反抗はしたことないと思う。なんか久々に先生の顔を見たって感じ。でも大体の先生が文化祭をしたり、体育祭ではなんだっけ、組体操を頑張ったりみたいなことを言ってる方が多かった。友達が小学校の先生、嬉しかった。みんなからビデオメッセージが届いて、なんか文じゃなくてビデオメッセージっていうのがなんかボーってなった。でなんか何人かの先生は30歳になったらまた集まってタイムカプセルを開けましょうって、その時にまた会いましょうって言っ
ってる先生が多くて、あ、30歳の時にまた会えるって思いました。うん、幹事の方が集めてくださったんだと。そうそうそう、ありがたい。タイムカプセル全然言えないんだけど、さっきからタイムカプセルは何年後だ、何年後ですか、15年後とか、15年後になんか扉が15個あって、ちょうど図書室に15っておかしいのかな、16なのかな、ちょっと分かんないけど、あって、30歳になった学年の方が来てタイムカプセル開けるじゃないですか。で、そしたらその時に中3だった方がそこに入れるんですよ、タイムカプセルを。だからなんか掘って入れるっていう感じじゃなくて、そう、30歳に開けようみたいな、そうそうそう、そういうシステム、そうそうそう、図書室に。だからまた10年後だなって思った。あっという間のようで、絶対あっという間じゃないんだろうな。だってお兄ちゃんでさえまだ24なんだよって思って、お兄ちゃんでさえあと6年後なのに、お兄ちゃんの成人式から私の成人式までの4年間も長かったって思うから、なんかね、まだまだなんだろうなって思うけど、楽しみ。でもなんか10歳の時のからの20歳よりも20歳の時からの30歳の方が早いと思うからね、きっと。全員忘れたりしないんだ。多分覚えてる。逆に先生方から連絡来るとかなのかな、わからないけれど。何入れたか覚えてる？覚えてないです。あ、でもなんかその時流行ってる雑誌を聞かれた気がします。でもなんて答えたか覚えてないです。でも多分セブンティーン、その時私セブンティーンとか多分読んでたから、セブンティーンとか入れてあるのかなって思ってる。わからないです。他に手紙か、そうなのかな、30歳ってみんなに30歳への30歳の自分に向けての手紙とか入ってそう、そのカプセルの中に。30歳ってどんなだろうね、わかんないね。あ、起きてた。その頃からモデルになりたかった。へえ。でもずっと前からモデルさんは なりたいなって思ってたかもしれない。小学生の時に憧れはあったと思う。でもどうやったらなれるのかとか分かってなかったから、分からなかった。ポキって言ったけど折れてはいない。こんばんは、しょこんばんは、うすしおぽちさん、みかん、ありがとうございます。あ、現金入れといて困ったら使ってねって書いてたら30歳のしょこちゃんが喜ばれた。確かにもう遅い、もう遅い。あ、じゃあどっかに入れときますか、あの20歳の私から30歳の私に手紙をどっかに入れといて。でも覚えてそう、ずっと覚えてそう自分が。
自分が入れたら自分なんかずっと覚えてそう、ここに入れてあるなって。トシンさん可愛い、ありがとうございます。確かあの場所に隠しておいたなって。そうそうそう、30歳になったらどうなってるんだろうね。本当にそれ、本当にそれだと思います。どうなってんだろうね私。変わんない、そうなのかな。でも少なからず10歳の時よりかは顔は変わってるじゃないですか、きっと。だから多分20歳から30歳も顔が変わってるんだろうなって思ってる。もうちょっとなんかこんな子供っぽい顔はしてないと思う。もうちょっとなんかこうなってそう。でこのほうれい線がこうなってこうやってなってそう。全然想像つかない。10年後はちょっと想像つかないな。全然子供じゃない。今でも、今もう見た目大人ですか。年取って太りました。でも結構いると思う、年取って太ったっていう方。結構いると思う。私もさ、中学生の時よりかは痩せにくくなるしさ、多そう、いっぱいいるよ、きっと。黒髪の天使の方が羨ましい。イエーイ。しょい。これはなんか黒髪の方が出ますよね。すぎてさ、赤くなっちゃったんだけど。でも何もなってない。かゆいんだけどね。茶色より黒髪の方がツヤツヤって感じ。すしおぽちさん可愛い、ありがとうございます。めっちゃ赤くなっちゃった、右手の薬指リング。金髪見てみたいですか。金髪なんて当分しない気がする。思ったより赤で笑った。当分、うん、気が変わったらわからないかもしれないけど、今のところする気持ちはないですね。てか一生しない可能性もありますし。でもするならイコラブでいるうちだと思う、もしするならね。多分イコラブやめたらもう染めてない、染めないと思う。染めるのかな、わかんないけど、めんどくさいって言って染めてなさそう。黄金さんペンライトありがとうございます。だから金髪はしたことないです。だからするならイコラブでいるうちだと思うけど、しないと思う。爪は休んでた間めっちゃ染めまくってた。赤っぽいのだけ見た、あった。赤っぽい瞳だけあったと、あった時ある、あった、あ、会いました。横浜行った。
横浜のランドマークタワーの展望に行きました。チェキさん、かわいい、ありがとうございます。けどそれ以外は会ってないかもな。写真は見た。ひろみさん、だるま、ありがとうございます。面白い？金髪の瞳、そうなのかな、もう覚えてないけど。ヘイブンさん、尊い、ありがとうございます。尊い。30分になったら終わろうかな。ヤマトさん、ビーナー、ヤマトさん、コトチ、ユイナさん、サシナユイさん、流れ星、ありがとうございます。緑似合いそう。緑ってなかなか見ない気がする。緑、青系はさ見かけることあるけど、緑って抜けた時すごそう。赤、青、ピンク、紫とか結構、緑ってあんまり見ない。水色とかいるんかね、わかんないね。ひろしさん、お鍋ありがとうございます。お鍋、でも私もさ一回なんか赤に染め、赤茶系なのに青っぽく見える時とかあったよね。カーテンが青だと。今は何色に見えてるんですか？黒に見えますか？さしなゆいさん、欲しい、ありがとうございます。きっと抜けるんです。黒きっと抜けて茶色になると思います。また明るい。ゆうせいじいちゃん、キューピットくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。さしのゆうちゃん、さしのゆういさん、キューピットくまちゃん、 I love you、 ありがとうございます。赤茶っぽい黒、そう見えてるの。茶色も好きだけど黒色が一番好き。結構いそう。黒髪に見えてるのかな、わかんない。生で見てもわかんない、何色なのか。まあ黒にこうやって黒っぽくなって抜けたら茶色になるから、まあどっちも楽しめるってことですよ。地毛に近いかも。地毛もちょっと茶色っぽかったから、私いい匂いする。頑張れ。ストリート。メリット。メリット。メリットめっちゃいい匂い。そうなの。スヌさんの私服チェックの時の髪色好き。あれは一番最初に染めた時だね。勝ち組です。そうです。隊長さん、欲しい、ありがとうございます。でもメリットは合う人と合わない人いるからね、髪質的に。だからよくなんか色落ちするしやすいってリサは言ってたけど、私はなんかそんなに気になったことないか、色落ち。シャンプーの CM 待ってます。
ルフレはそう銀髪ですね。サスケの収録の時は染めてたと思います。うん、幸子いのちさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。匂いめっちゃ好き。でもリンスインシャンプーはあんまり好きじゃないです。なんでも白髪染め愛用しています。どこのとかあるか。一人暮らししてメリット買った。おお、恐ろしい。私は結構合う合わないあるけど、メリットが一番サラサラになると思ってる今のところ。匂いも好きだし。一生触ってる、一生触ってる。家族はメリットじゃないです。何なんだろう、ラックスとかイチカミとか、なんかその時によって違うかも。うん、気分なのかな、わかんない。私はメリットが一番好きです。うちの家族4人全員違うの使ってる。うわ、全員すごいね。ひろたんさん、かわいい、ありがとうございます。同じの使ってた時もありました。使ってた時もありましたね。犬用はちょうどね、まあ、サラスの家にあったのが良かったやつ、あ、たまたまあっただけかもしれないね。お父さんだけ別、まあ、ありますよね、なんか。平田さん、元気、ありがとうございます。サラスの家、そう、男女で違った、まあありますよね。レンディさん、初見こんばんは、ありがとうございます。しょくちゃんはジャビジャビにならない。ジャビジャビにならないです。自分的にはなんか全然、なんか全然ツルツルじゃないなって思う日でも、え、全然ツルツルだよって言われる時結構ある。ヘブンさん、かわいい、ありがとうございます。チェゲさん、ラブレター、ヘブンさん、かわいい、ありがとうございます。お魚さん、あなたは。直樹さん、キューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。一生触ってる、 I love you。 30分に終わったらツイッター投稿します。インスタを投稿しました。ヘブンさん、流れ星、ありがとうございます。人の髪質あんま見ないですね。うん、あんまり見ないです。フェンディさん、ハロー、ありがとうございます。皆さん見ますか、髪質。私はあんまり見ないかな。イコラブに入って、
なんか髪質とかなんか気にしたっていうか、うん、って感じかな。うん。そうですね。あんまり気にしないから。お茶とコーヒーどちらが好きですか？うーん、難しいな。お茶ですかね。コーヒーも好きだな。あったかいのだったらコーヒー、冷たいのだったらお茶かな。米とパンだったら米、米と麺だと迷います。カルピスです。話聞いてない。紅茶と緑茶だったら紅茶が好きです。紅茶とコーヒーだったら、あのなんかコンビニとかに売ってる系だったら紅茶。でもなんか自分でなんか作ったり、なんかこうお店とかに出てくる系だったらコーヒー。甘い紅茶だったら紅茶かな。午後の紅茶とかだったら紅茶。平和田さん、びっくりした。みかん、ありがとうございます。ようちゃん初見こんばんは。平和田さん、かわいい、ありがとうございます。カレーはライスなん、うん、あ、気分によるな。ライス、ジンジャーエールとオレンジジュース。ジンジャーエール。最近はジンジャーエールかレモネードで悩みます。うどん、そば、うどん。一問一答。楽しい。そばも好きだけどね。ステーキかしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。こういうの好きです。コーヒー牛乳とカフェオレ、あんま違いわかんない。トッシンさん、みかん、リンタング、シーさん、バラ、ゆびひめさん、小づち、ありがとうございます。カルビとハラミ、ハラミ、豚肉とか鶏肉なら豚肉。ラーメンとご飯だったらご飯。シチューかカレー。あー、カレーの種類にもよるけど、普通のだったらシチュー。バターチキンカレーだったらカレー。ピザとハンバーガー、ハンバーガー、エビ天かイカ天、エビ天。カツカレーと普通のか、普通のカレー。キノコの山とタケノコの里。最近はキノコの山、昔はタケノコの里でした。別になんかどっちでもいいけど、冷たい麺かあったかい麺、冷たい麺。ポテチとフライ、ポテトフライ、ポテチ。どっちでもいいっていうのもある。どっちでも、うん、別になんか絶対こっちみたいなのはないかな、特に。おもろい、こういうの好き。まあ気分によりますよね、何でも。今のは今の気分で答えてるからね、変わるかもしれないですね。
宝くじが当たったら何する、何するか、うーん、何する、欲しいものがあったら何でもすぐ買う。充電器とか、そうね。それはそう、特になんか、なんか旅行とか行きたいですね。宝くじ当たったら旅行とか行きたいです。沖縄行きたい。沖縄も北海道も行きたい。行ったことのない都道府県に行きたいです。餃子に入れるのキャベツは、うん、旅行はまず休みが取れるか、休みは取るんですよ。わかんない。辛いものと甘いものは、甘いものが好きです。鳥取砂丘一回行ってみたい。ごまだれ派。夏の北海道に行きたいです。あとは春か秋の沖縄に行きたいです。一番なんか気候のいい時にどこにも、どこにでも行きたいですね。夏はちょっと暑すぎるから。春か終わり、夏終わりかけに行きたいですね。平畑さんいいね、ありがとうございます。北海道もさ、夏さ暑い時もありますよね。全然北海道は行ったことがないです。行ったことない都道府県はめっちゃあります。うん、5時間だって30分だ。早いですね。早いです。ランキング読もうかな。沖縄に春はない。そうなんだ。もう夏、いきなり夏ですか。終わりたいと思います。ランキング読みます。13位キャンさん、12位ワフさん、11位トッシンさん、10位テルンさん、9位平綿さん、8位ひろしさん、7位直樹さん、6位ヘイブンさん、5位あきららさん、4位宮弘さん、3位人生じいちゃん、1位さしなゆいさん、2位さしなゆいさん、1位ただしさんです。ありがとうございます。ありがふりそで、ありがとうございます。ふりそで。ありがとうございます。ただしさん2列目、ポールさん、コロジーさん、黄金さん、チャリヘイさん、フェンタさん、ゆきだんごさん、フィズニャンさん、高市さん、ハインゴールさん、 FJ さん、ケンケンパさん、ときわさん、アリスちゃん、さしこいのちさん、チェケさん、おにいまんさん、ちびたんくさん、ハラディさん、うすしおぽちさん、ひろたんさん、しんやさん、おーぱーつさんです。ありがとうございます。4367人の方来てくださいました。ありがとうございます。たくさんの星投げ、たくさんのギフト、たくさんのコメント、ありがとうございました。そしてただしさん、ありがふりそで、ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。また明日の配信も見てください。この後すぐ投稿するので、よかったらリプリツイート、引用リツイート、いいね、よろしくお願いします。ということでありがとうございました。おやすみなさい。感謝、ありがとうございました。バイバーイ。